北方領土。前回は千島カラフト交換条約により千島列島が日本領となった経緯までを説明し、さらにそれぞれの島々の解説を行った。前編から日が空いてしまいましたが、まだご覧になってない方はぜひ千島がどのような島々だったのかご覧になってほしい。今回は太平洋戦争から現在の北方領土問題に至るまでを紹介する。これまでの歴史を踏まえてぜひ北方領土を知り、問題について一緒に考えてほしい。1939年ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。日本は満州事変を発端に国際連盟を脱退し、中国相手に日中戦争をしていた。1941年4月には日ソ中立条約を締結、日本とソ連は互いの領土に侵攻しないことを約束した。日本は北方から攻撃が来る心配がないことに安堵し、陸海軍どもに本格的な部隊配備を始めることになる。千島列島はアメリカのアリューシャン列島や、ソ連のカムチャッカ半島にも近いことから軍事的に重要な場所だった。陸軍はパラムシル島に北千島臨時要塞を建設し、エトロフ島などにも部隊を配備。海軍もエトロフ島を皮切りにパラムシル島、松輪島に築地、飛行場を整備していった。第5艦隊を再編成し、千島列島から小笠原諸島までの日本本土東側の広範囲の警備を担当させた。そして11月、新高山登れ一二丸八の伝聞が発信され、エトロフ島単艦湾に空母6隻を含め軍艦30隻からなる機動部隊が秘密裏に集結し、ハワイへ向け出航した。真珠湾攻撃決行の瞬間である。日本海軍の攻撃により米軍艦6隻が沈没する大成功を収め、日本国内も喜びの歓喜に沸いた。しかし、日本に奇襲攻撃をされたと受け止めたアメリカは、反日感情が高まり、リメンバーパールハーバーの元対日参戦することになる。日本軍は優勢に戦いを展開していたもののミッドウェー海戦を機に次第に戦局が悪化。1945年8月6日に広島、9日には長崎に原爆が落とされ、8月15日国民は玉音放送により敗戦を知ることになる。焼け野原となっていた日本は、これから平和な世の中が訪れると思ったが、千島列島の悲劇はここから始まった。日本の降伏直後、ソ連のスターリンはアメリカのトルーマンに対し千島諸島及び北海道の釧路と留萌を結ぶ線の移北を要求した。トルーマンはこの要求を拒否している。交渉が決裂しスターリンは北千島への作戦準備実施を指示し、8月25日までに北千島のシュムシ島、パラムシル島、オンネコタン島を占領するように命じた。スターリンはシュムシ島を1日で陥落させ、そのまま勢いで北海道北半分を占領する考えであった。8月18日ソ連はシュムシ島に上陸。日本軍はポツダム宣言受諾後ではあったが樋口喜一郎中将は国土防衛のため抵抗を指示し、激戦が行われた。23日に日本軍は武装解除し、捕虜となった日本兵は法的根拠なく拉致され、シベリアへ抑留された。終戦後も果敢に戦った日本兵たちの抵抗がなければ、今頃北海道の東側はロシアだったかもしれない。日本の武装解除に伴い、ソ連はウルップ島まで占領。千島列島の人たちは島に来るのは米国だろうと考えていたが、しかし、実際に攻めてきたのは日ソ中立条約を結んだはずのソ連だった。人々は驚き北海道への脱出を図る者もいれば、先祖の開拓した土地を守るとしてとどまる者もいた。ソ連による千島の占領は、同時期に行われていたカラフト攻略の進捗状況と合わせて行われ、カラフトの制圧が完了すると8月26日、大泊を出港し29日にエトロフ島、9月1日に国後島と色丹島に上陸し、9月2日に日本が東京湾沖の水売り号で正式に降伏文書に調印したが、その間もソ連は進軍し5日に歯舞群島を占領してソ連の計画は完了した。1946年2月20日にソ連政府が南カラフト及び千島群島の自国領編入を宣言。島に残り続けた島民は家財や資産、また馬や船、資源などが奪われ強制労働に駆り出されたりして貧しい暮らしを送ることになる。
しかし、近年、実はアメリカはソ連と協力し対日参戦の支援を行うという極秘プロジェクトを行っていたことが発覚した。1945年5月から9月にわたり、アメリカはソ連に掃海艇55隻上陸用船艇30隻護衛艦28隻など計145隻の艦船を無償貸与。投入されたうち少なくとも11隻が、千島及び樺太侵攻に利用されている。また同時期に、アラスカでアメリカ軍約1500人、ソ連兵約1万2000人の規模で合同訓練を行っている。先ほどシュムシ島の戦いでソ連が上陸したと紹介したが、実はソ連には上陸用船艇がなく、日本陸軍もソ連の北海道へ直接上陸することは心配していなかった。今までは、上陸してきた船は国籍不明の船といのが通説だったが、これがアメリカの船だとわかったのだ。話を元に戻そう。1946年には連合国最高司令部から引き上げに関する基本指令が出され北方四島に居住者の引き上げが計画された。島に残っていた人たちは1年半後に5回にわたって千島から樺太経由で函館へ引き上げの予定だった。しかし、島によっては突然召集され荷物を持つことが許されず、さらに樺太の真岡でソ連による検査が入り、財産などはすべて没収。真岡の収容所で樺太の引き上げの人と共に日本本土に引き上げる予定だったが、収容所はすでに樺太の人たちでいっぱいで、千島の人々は極寒の中、外にテントを張ってしのいでいた。食料や水もままならず島民の人たちは真岡の収容所は地獄だったと口を揃えて言っていたそうだ。1951年サンフランシスコ平和条約が発効。この条約が北方領土問題の鍵となる。同条約では日本が千島列島を放棄することを明記されたが、引き渡し先の記載は一切なく、この条約にソ連も署名していない。定義される千島の範囲について日本は日露通行条約及び千島樺太交換条約で記されているウルップ島以北の島々を指している。としている。ここまでの動画を見ていただいた方はお分かりだと思うがそもそも、択捉、国後、色丹島、歯舞群島は歴史的に一度も他国の領土になっていない。それなのにもかかわらず何故、ロシアが北方四島を占領しているのか？1956年日ソ共同宣言。日本とソ連で国交が回復。平和条約締結後にソ連が色丹、歯舞二島を返還することが約束された。当時、漁民と軍人しか利用していない島であまり価値がなく、引き換えに日本から得られる友好関係の方が極めて大きいと考えたためである。しかし時は冷戦真っただ中、日本とソ連の関係を恐れたアメリカのダレス国務長官はロンドンの会談で重光葵外相に対して、もし日本が歯舞色丹の二島返還のみで平和条約を結ぶのならば、沖縄はアメリカ領土にする。と脅しのような形で四島返還を推進させた。戦中は四島占領を軍事支援していたのだが、その後、ソ連は岸信介の日米安保改正に反対し、二島返還を白紙にしたり、ソ連からロシアになってからも、日ソ共同宣言は有効であるとしたり、その時々の政情や経済状況によって二転三転している。日本国内においても、四島全島返還を原則としながらも、鈴木宗男氏による二島先行返還案、二島返還妥協案など様々な意見がある。ソ連からロシアになっても交渉が継続されているが、2021年、戦後76年目の現在もロシアと日本において平和条約締結には至っていない。それどころか、北方領土は再開発が進み、近年は国家元首の視察や、軍事演習が行われている。ロシアとしても、北方領土を簡単には日本に返せない理由がある。一つはアメリカの脅威に対する防衛である。仮に日本に北方領土が返還され、択捉島周辺に米国内しは日本の軍事基地が建設されれば、ロシアの安全保障上に極めて脅威となる。二つ目にロシアは2000年頃から北極海ルートを開発している。地球温暖化により北極海の氷が減少し、欧州アジア間の航海距離がスエズ運河の約4割短く、航路上の難所であるチョークポイントがなく安定的な輸送を行えるとして近年注目されている。
北方領土はこのルートを防衛する上で重要な盾となる場所であり、このことからロシアにとって北方領土の重要度が増しており、返還に固い態度を強めている。ロシアは現在に至るまで北方四島を含めた千島列島であることを主張し、また、昨年の憲法改正により自国領土の割譲を禁止にしている。これらによって北方領土問題の解決はさらに難しくなっているのだ。これまで経緯を見てきたわけだが最近も日本とロシアで悲しい出来事が相次いでいる。5月26日、紋別市沖合で操業中だった日本の毛ガニ漁船と運搬船が衝突。日本漁船の乗組員のうち3人が死亡し、1人が怪我をするという痛ましい事故が発生した。5月28日、稚内市の沖合で操業中だった漁船が、ロシア国境警備局の船に拿捕。漁船はロシア側から実弾2発の発砲も受けたとみられ、稚内漁協が罰金を払うことで釈放された。これらの事件は平和条約が締結されていないため起こった悲劇である。一刻も早くこの問題が解決されることを切に願う。ホタルの光、お店が閉店する間際に流れる曲として馴染みがあるが、実はホタルの光には歌詞があり、4番の冒頭はこのようになっている。また屋島の守りに再び入る日が来るのだろうか。以上の経緯を踏まえてぜひとも個人個人が北方領土について考えてほしい。ご視聴ありがとうございました。